ヴィンテージ世代の元男子、絵描きのココでーす。ココアートチャンネルではこれまでもいじめに関する動画、私がいじめられた経験で自分を追い込んで自分で自分の命を消してしまおうって取り返しのつかないところまで行ったってちょっと感情的な動画もいろいろあるんですけれども、これまではねちょっといじめの対処法とか、いじめる人はこんな人だよみたいな感じで私の経験からいろいろお話ししたんですけれども、そういういじめ関連の動画を出しているうちにいろいろなコメントが寄せられて、いじめる側の心理が分かってきたので、ちょっと一本の動画にまとめていきたいと思います。これまでの内容は省かせていただくので、いじめをする人は犯罪ですよとか、いじめ撃退法の動画は再編集動画も本編動画もいろいろあるので、ココアートチャンネル空白いじめで検索してみてください。こんな感じでココアートチャンネルでは人間関係のこととかメンタル系とか心の美容動画をいろいろお作りしています。一本でも見逃してほしくないので、グッドボタンとチャンネル登録をして次の動画もぜひご覧ください。ということで、心理学の本を引っ張り出して皆さんのコメントと照らし合わせてみて、いじめる側っていうのはどういう心理があるのかっていろいろ分かってきたんですけれども、ちょっと一番分かったことは、いじめる人は犯罪者ですよっていうのは前の動画でも言ったんですけれども、もう一つ分かったことは、いじめる人は完全に病気です。だから本来ならいじめられる人が学校とか職場から逃げるんじゃなくて、いじめる人をそういう専門の病院とか刑務所とかにぶち込むのが一番いいんじゃないのかなって。日本の法律はまだまだそこまでなってないんですけれども、欧米の方ではすでに虐待とかいじめになると、いじめられてる人をそこから離すんではなくて、いじめてる人をそこから遠ざけると、病院送りにするとか刑務所に入れるとか、虐待の場合だったら親をその家から追い出してケースワーカーの人とか保育士の人を派遣してなんとか子供を育てるとか、親戚ぐるみで何か解決をするとか、そういう動きがあるんですけれども、日本ではまだまだいじめられた方が避難をしたり逃げたりとか、そういう現状があるんですけれども、でも今はそうしないと守られないような、そういう悲しい現状もあるんですけれども、じゃあいじめる側の病的な心理には一体どういうのがあるのか、それを知ることで自分の心を守ったりとか、あ、こういう人とは関わってはいけないなって、そういうことがちょっと分かったところも私もあるので、それではいじめる側の病的な心理とは何なのかお伝えしていきたいと思います。ということで、今回の動画は皆さんにいただいたコメントで生まれた動画です。といっても、これまでの動画も本当に最近の動画を皆さんのコメントを元に作ってるところがあって、そのくらい有意義なコメントをたくさんいただいています。毎回毎回自分の経験を赤裸々に書いてくださってる皆さんには本当に感謝しています。ありがとうございます。まず、いろいろな動画でも言ってるんですけれども、どうもいじめをする人っていうのは支配欲の塊のような人間なんです。誰の心にもちょっとはね隠れていると思うんですけれども、ほとんどないです。ないに近いです。人を支配したいなんて、誰かをコントロールしたいなんて、本来の人間なら、正常な人間なら持ってないんですけれども、人を平気でいじめるような人間、いじめによって自分のストレスを発散するような人間の心には病的なぐらいの支配欲があるんです。人間には自己肯定感というのはもちろん必要なんですけれども、自己肯定感の得る方法がいじめる人っていうのは病的なんです。他者を支配してその上に立つことによってしか自己肯定感を得られないんです。誰かを否定して、誰かをいじめて、誰かの泣き顔を見ることで、誰かを傷つけることでしか自己肯定感を満たすことができないような、そういう病的な心理がある人が人をいじめるんです。そしていじめる側にもう一つ隠れた心理としては、逆なんじゃないって思うかもしれないんですけれども、自分を守るための心理、自己防衛の心理があるんです。それも病的なぐらいです。誰もあなたを攻撃してないのに、誰かに攻撃されるのが怖いからその前に攻撃しようって。ここで分かるのは、人をいじめる人間は極端に病的に弱い人間なんです。強い人間は人をいじめません。病的なくらいに弱い人間、ちんけな人間ほど人をいじめて上に立とうとするんです。自分が弱い立場にあるっていうように常にどこかで思ってるんです。そして自分のコンプレックスとか自分の弱点をカモフラージュするために誰かをいじめてそこを隠すんです。まさに病気です。同時に、いじめる人っていうのは病的なぐらい自己評価が低いんです。口で何て言ってても自己評価が低いんです。
不幸な思考に苛まれているようなかわいそうな人なんです。その裏には毎日不安なんです。誰からも愛されないんじゃないか、本当は自分って安っぽい人間なんじゃないか、将来には何もないんじゃないか、そういう不安を常に抱えて、それをカモフラージュするために他者をいじめるんです。他者を攻撃することでしか自分の不安を紛らわすことができないんです。他に方法を探すとか何かを見つけるとかそういうことはしないんです。安直に人をいじめて自分の不安を紛らわせる、まさにこんな人は病気としか言いようがありません。ここはアートチャンネル。一人を一人がいじめる場合はこれらの裏心理があると思うんですけれども、いじめには集団で一人をいじめるというパターンもあります。その場合に働いているのが群衆心理です。群衆心理というのは本当に怖くて、個人個人では絶対にできないようなことも集団になることで簡単にできてしまう、催眠術と言ってもいいくらいのことなんです。赤信号、みんなで渡れば怖くない心理って置き換えてもいいかもしれません。その裏にも病気が隠れています。いくら群衆になったって正常な判断があれば、人をいじめること、人を傷つけることは間違ったことだということは小学生でもわかります。集団になって一人をいじめる、その中で誰も反対しない、傍観者ももちろん病気です。誰も異を唱えない集団心理によって一人を徹底的に攻撃する、集団心理という病に侵された方々が一人をいじめるんです。個人個人一人では絶対にやらないことも集団の中で心理が刺激され行動をしてしまう場合があるということなんです。そんな時は誰か一人でも声を上げればなんとかなるのに、誰も上げないとそれはどんどんエスカレートしてきます。このココアートチャンネルで以前にモデリング、憧れの人をモデルにして自分を作っていくっていうようなことをお話ししたと思うんですけれども、いい人をお手本にするのは全然構わないんですけれども、幼い時に攻撃的な人が身近にいて、その攻撃的な人をモデルにして攻撃的な人になることが正しいんだっていうふうな勘違いをして、そのまま成長してしまって人をいじめるというパターンもあるようです。そして最後のいじめる人の心理状態なんですけれども、まさにこの最後が病気なんですけれども、いじめる人っていうのは他者への共感とか思いやりが病的なぐらい極端に欠如した人間なんです。通常の判断ができる人だったら、人に攻撃的な言い方をうかつにしてしまった場合、自己嫌悪に陥って謝ったりとか反省したりとか何かしらの行動に出るんですけれども、平気で人をいじめてしまう人、人を傷つける人は病的なぐらい人への思いやりが欠如してたりとか共感性がない人間が多いということなんです。その原因にもいろいろあると言われています。子供の時に親に愛されなかったとか、逆に自分がずっと傷つけられてきたから誰かを思いやれない人間になってしまったとか、どちらにしてもいじめをする人は病的に人を思いやれない、病的に人に共感できない人間だと思います。先ほど集団心理って言ったんですけれども、私が経験したのもまさにそれでした。私は高校生の時には誰にも自分の中に女性の部分があるということは言ってなかったんですけれども、どうしても話し方とか声とか歩き方とか全てに女性っぽさが出てるんですね。その時からみんながささやいてて、みんながちょっと離れていくようなキーな目で見られてました。それは分かってたんですけれども、その時はまだいじめられていませんでした。いじめに火がついたのはまさにこの集団心理でした。私が憧れていた人から私は一緒に帰ろうって言われたんですね。そしてそれを半年くらい繰り返した時にその人の家に招かれました。そしてその人に性的なことを欲求されて、私は怖くてそれができなかったんです。逃げて帰りました。男の子のその生徒が、当時男の子の私にそういうことをしたことが他の生徒にバレるのが嫌で、その人は自己防衛のために私が実は男が好きなんだよ、当時はニューハーフっていう言葉がなくて、私たちのような人をミスターレディというような言葉で呼ぶ人もいました。オカマという言葉で呼ぶ人もいました。彼は学校に行ってクラス中に、あいつオカマなんだよって、あいつはテレビでやってるようなミスターレディなんだよみたいな形で学校に言いふらしたんですね。最初はクラス全体から、そして学校全体に私の噂が流れ始めました。そこから集団のいじめが始まったんです。最初は教室でご飯が食べれなくなって、体育館の裏で一人でお弁当を食べたり、そこにもいじめる人がやってきて、最終的にはトイレでしかご飯を食べられないようになって、そこも最終的には奪われることになって、毎日入れ替わり立ち替わりでいろいろな人が私のものを隠したりとか、私の靴にガラスの破片を入れたりとか、いろいろないじめをされました。それはまさに集団心理だったと思います。あの時私は逃げたかったです。親に学校を休みたい、逃げたいっていうふうに言いました。でも親はそれを許してくれなかったんです。それだけが原因ではないんですが、将来への絶望もあって、いろいろなことがあって、彼への失恋もあって、いろいろ重なって私は取り返しのつかないことをしてしまったんですけれども、要因の一つにいじめがあったことは確かです。
今現にもし自分が誰かに攻撃されている、病気の人にいじめられているっていう自覚のある人は、今すぐ自分を守ってください。あなたの人生はあなたのものです。あなたの人生はあなたしか守ることができません。逃げることは逃避ではありません。回避であり避難です。自分の身は自分で守ってください。今日お伝えしたいろいろな心理的要因はそれぞれバラバラではありません。いろいろな要因が重なって大きないじめに発展して、必ずと言っていいほど 100% と言っていいほどいじめはエスカレートします。場合によったら殺人になるかもしれません。いじめの裏には様々な心理的な要因があるので、あなたが何かを訴えて止まるとか、やめてほしいって懇願して何かが収まるとか、そういうことは一切ありません。周りの第三者がいじめの心理的な要因が病的であることを理解して本格的に取り組まなければいじめはなくなりません。今でもいろいろな各地の学校でいじめを隠蔽しようという動きが出てきます。学校の教師は教師で自分を守ることが必死なのかもしれません。でも子供がいじめにあって大切な人生の時間を奪われたら一生左右されるかもしれません。私も今も全てが解決したとは思っていません。今でも狭いところに行くと掃除の道具箱に閉じ込められた時のことを思い出して本当に体が震えてくるぐらい、昔の影響っていうのはこの50歳を過ぎてもあるんです。一生左右されると言っても過言ではないかもしれません。ひどい場合は人とコミュニケーションが取れなくなる場合もあるんです。あなたの周りでいじめを発見したら、どんな形でも誰かが声を上げてください。周りの人が声を上げてください。見て見ぬふりをするということは、あなたもいじめに加担しているということになります。先ほども言いましたけど、もし自分がいじめられている自覚のある方は、いじめられているあなたは何も原因がありません。恥ずかしくありません。いじめは犯罪です。今すぐ何かしらの対処をして逃げてください。ということで、いじめ関係の動画を最後は結局逃げてくださいと、いつも同じなのかっていうメッセージも届くんですけれども、これしか言えないんです。先ほども言いましたけれども、逃げることは逃避ではないんです。回避であり避難と思って自分の身を守ってほしいと思うので、やっぱりいつもここになってしまいます。逃げてください、避難してください、自分を守ってください。あなたの人生はあなたのものです。こんな感じでココアツチャンネルではメンタル系の動画もいろいろお伝えしています。チャンネル登録とグッドボタン何卒よろしくお願いします。どうぞ心お元気でいらしてください。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いします。ありがとうございました。